はい、ビッグレンズの咀嚼面です。いや、最近なんか夜になると眠たくなって、そのまま寝落ちして起きたら結構早い時間になってるってことが多いんだけど、今日ちょっと起きてまだ2時間も経ってないぐらいで撮ってるんで、声がなんかいつもと違うかもしれないんだけど、今回はねこの編成でいきたいと思います。で、まあちょっとこれ某ね別のマギレコのチャンネルやってる方が、試されてたんだけど、ブライトファランクスっていうね、まあいつもこっちなんだけど、マイティクロスっていう十字陣形なんだけど、この陣形をねよく参拝陣形って言ってやってるんだけど、まあ、これもかなり参拝なんだよね。十字と T 字があって、デルタだったらまだいいんだけど、でもこっちとこっちだったらどっちがいいのかって思ったら、マイティクロスってアタック下がるからね。でブライトファランクスはアタックが下がらないので、多分ブライトファランクスの方がおそらく強いんじゃないかなと思うんだよね。この縦3列っていうのがこうなっちゃってるから、ここにどうしても置くかこっち置くかだから、そういうブラストに対しての振り差具合だったら微妙なんだけど、デバフがないのでディフェンス上がるアタック上がるだけだから、結構そういう意味で強いんじゃないかなと思って、これを使ってね。でかつ今のイベントのね、イベントのキャラに合わせた感じで、カコちゃんとアヤメと、ナナカ様っていう感じでちょっとやっていきたいと思います。マーヤさん、これ あの方ではないのかな。とりあえずここを倒せるかな。あの2人編成に勝てるかちょっとまずやってみます。勇気を出して立ち向かわなきゃ。さあ、まずね、これ、いや、めちゃめちゃ横に隣接してるんだね、これ。まず、こういう2人編成の時って、どっちか片方を完全に息の根止めるとね、後が怖いんだけど、とはいえ、今、あやめなので、まあ、多分倒せはしないと思うんで、一応、次にチャージつなげる感じにしよっか。これ多分、相手ギリギリ生きててって感じになると思うんで。あ、弱いな。倒せるか。まあ、これ、ここで、次のターンで、そうそう、これで、フィエラコンボがね、食らわずに済むと。で、いや、攻撃食らっちゃったな。こっちにね、狭間をつけてたんだけど、いや、どうすっかな。今、2回動いてたんで、次のターン、こいつ来たとしてもあと一旦余力があるんだけど、ちょっとチャージもったいないんだけど、こうしてで、こうしてこっちをちょっと重点的に痛めつける感じでしょうか。どうだろう。結構この編成変えた直後って戦い方分かってない感があるから、おお強いな。いいねいいね。ただこれでちょっとアルマドのピュエラに勝てるかってことね。あやめが、あやめー、ナナカ様ー、うおー危ね。大丈夫か、カコちゃんが生き延びた。ちょっとこれロール間違えたかもな、役回り的なやつ。でこれはどうすっかな。普通にこういった方が強いだろう。やってくれ。続け、槍でついて、悪をついてくれ。よし、倒した。あ、もうギリギリ勝ってたな。まあ参拝陣形と比べてどうだろうな。十字と T 字って結構もう似たようなものだからな。ここ倒せるかな。ここと戦ってみる、ね。よし、じゃあこいつらを、こいつらやったらあれだけど、この敵をねまず倒すにあたって、まあちょっとイロハがかばってきたりしそうだな。なんだけどまずガハラさんをしっかり仕留めないと、あの未来がないので、あやめが多分また先、真っ先にね、あの刈り取られるんで。ああ、やっぱかばってきたね。かばってくるな。おお、強い強い。ナナカ様が強いんで。お、いいぞいいぞ、かばった。友達をかばうんだ。おーし、いいね。
なかなかいい感じにかばってくれたな。じゃあ次ちょっとまどか先輩がやばそうなんでコネクトを打ちたいよね。おお、かば回避してやがった。やれやれ。おお、まずいか。イロハのピエラが来たな。あ、やめやめやめ、あぶやめやめ。で狭間の効果はなくなったけど、ここでスキルが打てるんで、これは勝ちだ、勝ちかな。まあこれでいいでしょ。イロハをしっかり倒してくれ。呼吸を合わせて。いいぞ。で、とどめだ。お、いいな。結構強いな、この陣形、普通に。いい、勝ててる、勝ててる。あー、でもちょっと敵が強くなってきたな。さすがにもう勝てないんじゃない、ここまで来ちゃうと。まあ、ちょっとあがいてみるか。勇気を出して立ち向かわなきゃ。もう地獄でしかないだろ、この編成。あんこがはら。あんこがはら。あんこ、いや、ちょ、よく見たらこれもブラストじゃん。もう終わったな、これ。あんこがはら、七中でいく。七あんがはらが、どっちがいいかな。あんこがはらでいいな、やっぱ。じゃあ、あんこ。よし、もう自動的にね、あんこが死んだら。やべ、あんこって何回言ってたよ。もうこれ完全にあんこ警察案件だけど。あー、そっか、挑発してくるのか。あ、でも一発だって、あのあんこを一発で、いいな、いいな。いや、朝っぱらからやったらテンション低すぎて動画撮れないかなと思ったけど、あんまり今までと変わらん感じでいけるな。ここでしっかりブラストコンボを打ってもらおうか。頼む、頑張るんだ。カコちゃん結構強いかもね。優秀だな、意外と。うん、強い強い強い。お、囲むそうでしょ。惜しかった。いいね。どうにかピリオド打てました。よし、強い。まあちょっとここかな、若干怪しいかもしれないんだけど、いけるんじゃないかな。では参りましょうか。で、ここの編成の時にちょっとあの要注意なのが、まあこいつだよね。多分なんかタイル持ってる可能性があるんで、タイルをやられちゃわないようにいきたいんだけど、チャージ貯めとくか、次につなげるために。うん、やっぱり挑発してきたね。邪魔なものは片付ける。やばい。そうか、七花様に向かってくるのか。なんて生意気なやつだ。やべ、挑発してきやがる。くそうぜ。まずいな。やべ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 。痛い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 。あやめが殺されてしまったので、で、なんならカコちゃんもね、もう地獄に向かっていこうとしてるから、カコピュエラ撃っとくか。カコピュエラ撃ってもなんか倒せないと思うんだけどな。倒せない説あるな。もう負けたな、これ。でも、とりあえず、カコピュエラだけ打っとこう。動かなきゃ始まらない。そう、動かなきゃ始まらないから。やるんだ。惜しいな。これ、コネクトされちゃうんじゃない。ああ、やめて。お願いします。いやー、やだ、やばい、やばい。これ、攻撃力上がるからな、サナちゃんも。星5になってから。で、サナピュエラに耐えられるか。とりあえず、スキルのおかげで生き残ることはできたんだけど、いや、これうまくいけば倒せるか。じゃあもうこれでいいか。脳死状態のブラストコンボだ。やるんだ。やめろ。あはは、くそ。いや、今のカウンターなかったら勝つな。もし、あと1試合か。絶対勝てないだろ、この24万28万。うーん。きついな。まあ、最後ここ勝てないと思うけど、戦って終わりにしようか。じゃあ、へへー、きっちりと倒しちゃうからね。さあ、原作でもね、この2人が仲良くね、してるシーンがあったんだけど、これはね、どうしようかな。あのシーンすげえ面白かったんだよな。なんか
若干のネタバレになっちゃうんだけど、このね3人がなんか会う場面があって、そこでなんか謎の力でなんか催眠術みたいななんか操られちゃうんだけど、操られてなんかあやめがなんか操られたことに分かってなくて、なんかカコちゃんになんかそのカコちゃんに対してめっちゃなんか不信感抱くシーンめっちゃウケた。他のシーンでもなんか全員操られちゃうみたいな、やっぱあやめがなんか状況全然分かってなくて面白いんだよね。ちょっとねもうやばい感じだね。拘束やられてるんで、終わったかこれ、これ終わったかもしかして。どう見ても厳しい気がするんだけど、やってみます。どうだろう、私だってできます。いや、かばってくるんださこれ、そこ邪魔してくるんだ、こうやって邪魔すんな。潰されなさい。いやだ、潰さないで。いやだ、潰れるのは嫌だ。次、うわギリギリ生きてる、ギリギリまだ生きています。ギリギリ生きてるけどさ、これ次のターンでもうどうあがいても生きてたな。あ、でもこれさ、こうしてこれで回復するでしょ。あ、これいけるかもしんないな、うまくやれば。こうしてで、こうもう打って打って、もう全部、もうあのスキルの大バーゲンで、スキルブラスト大バーゲンでお願いします。大丈夫かな、倒せるかな。ここで回復できるからさ、おお、仕留めた仕留めた。まずサナちゃん仕留めたね。で、おいいいい、超強い、すげえ、おめっちゃ強かったな今の。しまいといたしましょうか。しまいだ、操られちゃうからね、気をつけないと。なんか久しぶりにミラーズ動画やって、この陣形、普段このマイティクロスを使っているソシャック面から言わせると大して変わらんな、こっちもこっちも。まあ強いて言えばこっちだと若干その巻き込まれやすい気はするんだよね。いや同じかな、こっちだとさ隣接してないんだよね、このスキルのやつが。いや変わらんか結果なんか分かんない感じだね。まあこっちもこっちも惨敗であることには変わりないけど、強いて言うならやっぱりこっちの方がなんだろうな、かっこいいというか、形的にもやっぱ十字架でダガーを示しているので、まあこっちかなって感じですね。うん、今回ねミラーズで逆 T 字ね、参拝陣形その2で戦ってみたっていう動画でした。ということで、じゃあまたな。